ガラクタやオルドです。この前カードリストにデッキブースターのカードとシンクロ5章の LR が公開されたのでだいぶ遅れましたが解説したいと思います。1枚目ガブ、リーダービリティ、インナーを守る力、チームに剣アイコンを持つライダーが3体以上いる場合自分の攻撃がアップ、スピードプラス1、その上チームにアタッカーが2体以上いる場合チーム全体の攻撃がタイアップ。ライダービリティ、 E とグミ、合計スピードが7以上の時剣アイコンを持つライダーの攻撃がタイアップ。その上自分チームが先行の時次のラウンドまで攻撃がアップ、スピードプラス1、コマンドラッシュ持ち、スピード4。リーダービリティとライダービリティを合わせれば驚異のスピード6を叩き出せるカードというとインパクトはすごいですが、実際リーダービリティの条件を達成するために剣アイコンを3体以上揃えようとするとガブ無人は固定として有力候補はプラチナガッチャード、残り1枠が決まらないんですよね。ライジングマイティ、ファイズ、カブト、どれもパンチアイコンなのでダブルアタック以上が狙いにくい。多分リーダーにするにはもう少し待った方がいいカード。これをリーダーにするとスピード5を出せるカードがほとんど使えなくなるのが痛い。サブとして考えた場合ですが先行を取るだけで次のラウンドまでスピードプラス1はお手軽すぎるし、おまけで攻撃アップも持ってるから無人をリーダーにして攻撃に寄せたガブ無人の組み合わせも考案されそう。ただ現在ウィング無人が赤タンファイズに不利だったり先行を取れないとスピードプラス1がつかないから、あくまでウィングより気持ち強いカードの印象。2枚目、ストロンガー、リーダーアビリティ、改造電気人間、チームにアタッカーがいる場合チーム全体の攻撃がタイアップ、さらにチームにフィニッシャーが2体以上いる場合自分の必殺がタイアップ、相手チームのガッツ発動率をダイダウン。ライダーアビリティ、俺は正義の戦士、合計スピードが5以上の時自分の必殺がアップ、次のラウンドまでチーム全体の攻撃がタイアップ、さらにラウンド2開始時チームにアタッカーがいる場合自分チームのシンクロゲージがアップ、フォームチェンジ模試、スピード3。このカードをリーダーにしてライジングマイティと組み合わせると2ラウンド目に相手のガッツ発動率が6段階下がって、さらにライダーアビリティとフォームチェンジでシンクロゲージが溜まりまくるから安定して2キルが飛ばせるみたいなことを想定されてそうなカードだと思います。ただパッと見 CPU 戦の効率周回で重宝する感じが強いかなと思いました。これと組み合わせるフィニッシャーは青ガブかレインボーガッチャードの2択になりそうかな。3枚目、対空忍者ホーム、リーダービリティ、お人よしの忍者、チーム全体の防御がアップ、さらにチームにアタッカーがいる場合相手チーム全体の攻撃をダイダウン。ライダーアビリティ、忍びの心、自分チームが高校の時剣アイコンを持つライダーの攻撃防御がアップ、さらに自分チームの必殺技発動時相手チームに視線ダメージ、スピード2、デッドリーアサルト持ち、剣アイコン縛りになった強化版にいるほか、てかこれやばいな、剣アイコンのライダーソウルで強くなるやん。ちなみに現状剣アイコンでライダーソウル持ちはキャンペーンの忍者フォームだったはず。そしてこのパックには LLR が収録されます。それがアマゾンオメガ、リーダーアビリティ、僕は僕の声に従う、チームにディフェンダーが3体以上いる場合自分の攻撃が超アップ、
ラウンド2まで相手チーム全体の防御をダイダウン。さらにチームにフィニッシャーがいる場合、チーム全体の防御がダイアップ。ライダーアビリティ、成長する本能。自分チームが高校の時、チーム全体の攻撃がダイアップ。その上、相手よりチーム体力が多い場合、相手チームに500ダメージ。このラウンドのみチーム全体のクリティカル発動率が超アップ。スピード1、ライダーソウル持ち。待って、ライダーソウル持ち、パンチフルディフェンダーが絶対に赤タンに勝てるやん。高校クリティカル超アップも対戦でヤバそう。 LLR 収録が発表されてから Amazon での価格が8000円まで上がりました。こらーっそー、ままならないぜ。あとこのカードのおかげでサイドバッターに情報修正がかかりました。5章の LR、ドライブ、リーダービリティ、この男刑事で仮面ライダー。チームに10アイコンを持つライダーが2体以上いる場合、チーム全体の攻撃がダイアップ。さらにチームにアタッカーが2体以上いる場合、自分のスピードプラス1。ライダービリティ、スタート Your Engine。 10アイコンを持つライダーの攻撃がダイアップ。さらに自分チームが10アイコンを飛び倒し、チーム全体の攻撃がアップ。仲間の必殺がアップ。スピード4、フォームチェンジ持ち。10アイコンにもスピード5が配られました。で、フォームチェンジはなんでフレアなんだよ、カスガ。さて、リーダーにしてレジェンドと組んだ時どれだけやれるか。バレン、リーダービリティ、グラニュートを潰す決意。チームにディフェンダーが2体以上いる場合、相手チームの攻撃をダイダウン。その上、チームにアタッカーが1体だけの場合、自分の必殺が超アップ。ライダービリティ、甘くない格好。ラウンド開始と高校の時、10アイコンを持つライダーの攻撃防御がアップ。スピード1、コマンドラッシュ持ち。これライダーアビリティは2段階発動ですね。なのでバレンを前に置いて高校を取ると最速2段階発動ができます。10アイコンのコマンドラッシュは普通にあかん。編成はバレン、ネクロム、ロボライダー、ギャレンをリーダーにキッキングミゴチと、ダークカブト、リーダーアビリティ、黒いカブト。チームにパンチアイコンを持つライダーが2体以上いる場合、相手チーム全体の攻撃をダイダウン。さらにラウンド3まで自分のスピードプラス1、相手のガッツ発動率をダイダウン。ライダーアビリティ、僕は2人もいらない。自分チームがパンチアイコンを飛び倒し、相手チーム全体の攻撃をダウン。さらに自分チームが高校の時、次のラウンドまでリーダーのスピードプラス1。スピード2、デッドリーアサルト持ち。ダークカブトをリーダーにするとラウンド3までスピード3どころか、高校を取るとスピード4を実現できます。もう笑うしかない。ダメです、ダークカブトぶっ壊れです。ダークキバ、リーダーアビリティ、ファンガイアの王。チームにフィニッシャーが2体以上いる場合、チーム全体の攻撃がダイアップ。さらにチームにパンチアイコンを持つライダーが4体いる場合、相手チーム全体の防御必殺をダウン。ライダーアビリティ、絶滅タイムだ、喜べ。ラウンド開始時、相手チームの体力が1万1000以上の場合、自分の必殺がダイアップ。さらに自分の必殺技発動時、相手チーム全体の防御、身代わり防御発動率を超ダウン。スピード2、ライダーソウル持つ。リーダーアビリティはフィニッシャー2枚も依頼していけないのはそこそこ重い気はしますが、パンチ4体編成は普通なので、少し必殺に寄せすぎている程度の評価です。ライダーアビリティは完全に必殺打てないと意味のない効果になっています。何がしたいんだこいつ、弱すぎやろ。封印はどうした。以上でデッキブースターと
シンクロ5章の LR 解説を終わります。ご視聴ありがとうございました。